おお危ねえ。ジャングルだね。うわめっちゃ狭いじゃん。これいける？皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、新潟県五泉市にある大沢鍾乳洞をご紹介させていただきます。結構ね、山の中にあるんですよ。今朝10時ぐらいなんで、危ねえめちゃくちゃ滑ります。今朝の10時ぐらいなんですけれども、マジで暑い。汗だくですね。夏休み企画ということで、今日は大自然をご紹介させていただきます。駐車場から300メートル、ジャングルのような険しい登山道の先に大沢鍾乳洞の入り口があります。私は以前小学校の時だったかな、両親に連れられて一度来たことがあるので、入り口がすぐに分かったんですけれども、初めての方だったら結構分かりづらいと思います。この白い看板が目印ですね。この白い看板の先に鍾乳洞の入り口があります。この入り口入るのなかなか勇気いりますよね。こちらが中のマップになります。全長が約114メートル、高低差が17メートルの鍾乳洞になります。詳しいことはわからないんですけれども、新大三期という新しい時代の新しい地層にできた鍾乳洞で、日本には 2,3 箇所くらいしかないようなんですね。とっても珍しい貴重な鍾乳洞になります。この鍾乳洞に一人で入っていくっていうのは正直めちゃくちゃ怖いんですよ。中は真っ暗で一切照明がないんですね。なので今日は装備を整えて姉と妹、姪っ子、甥っ子と一緒に行ってきました。今年の夏も暑かったですね。鍾乳洞の中はひんやりしていてとても気持ちよかったです。ただ前日雨が降ったせいか、結構天井からポタポタと水が落ちてくるんですよね。片手にスマホを持ちながら撮影をしているので、結構足元も滑りやすいし、天井も低いし大変でしたね。今回私の装備はヘッドライト、ベルトにライトをつけて撮影させていただいてます。右手は軍手をつけて、どこでもしっかりつかめるようにしていましたね。長靴を履いて、汚れてもいい格好で来ましたね。こちらの階段を降りると鍾乳石が見られます。こちらの鍾乳石はなんと数百年から数千年も時間がかかると言われています。平成5年に市の天然記念物に指定されているんですけれども、なんかね、ところどころ落書きがされてるんですよ。こういうのを見るとちょっとショックですよね。大沢鍾乳洞はここから道が二手に分かれています。こんな洞窟なかなかないですよね。なんかラピュタとかにも出てきそうな洞窟ですよね。こちらの道には観音様が祀られていました。一人だったらめちゃくちゃ怖いですよね。今回は姪っ子や甥っ子たちがいたので、和気あいあいと洞窟探検をすることができました。すぐそばには金明水と呼ばれる水たまりがありました。ちょっとこれで手を洗ったりするのは抵抗がありますよね。それでは二股に分かれていたもう一つの道を進んでいきたいと思います。こっちの道はかなり狭いし天井も低かったです。皆さん見てください。分かりますかね。これ大人がしゃがんでやっとギリギリいけるぐらいの大きさなんですよ。これ本当いけんのっていうぐらいの大きさでしたね。
こちら側には銀明水と呼ばれる水たまりがありました。この水たまりってどういう意味があるんでしょうかね。ちょっと気になりました。こちらの道の突き当たりが大沢鍾乳洞の最後になります。突き当たりにはお稲荷様の祠がありました。この洞窟から無事に帰れるようにとりあえずお祈りをしておきました。この鍾乳洞本当に真っ暗なんですよ。ライトを消すとこんな感じです。全く見えませんよね。大沢鍾乳洞、皆さんどうだったでしょうか。都会にいるとこんな洞窟に入る機会なかなかないんじゃないでしょうか。田舎ならではの風景ですよね。ニンニクハンターチャンネルでは今しか見れない風景というのをテーマに、これからもいろんなところに行っていろんな動画を撮影していきたいと思っています。こちらの洞窟の中にはコウモリがたくさんいるっていう噂だったんですけれども、まあ、いたのかもしれないけど私たちは発見することができませんでした。子供たちは怖がっていたので、まあ、それで良かったのかなって思っています。この動画を見ていただいて大沢鍾乳洞に行ってみたいなって思われた方は概要欄の方を見てみてください。これからは紹介した場所の詳細内容を概要欄に書いていこうと思います。2022年の夏は雨が結構多かったなっていう気がしますよね。多分そのせいでこの鍾乳洞の中にもこの水の滴りがすごいんですよ。服びちょびちょになりましたね。さあようやく出口が見えてきました。光が見えてくると安心しますよね。鍾乳洞の中はひんやりしていてとても気持ちが良かったです。またこれからもいろんなところに冒険に行って動画を出させていただきますので、ニンニクハンターチャンネルをこれからも応援よろしくお願いします。できましたらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。